ドイツ民族対策事務所、1942年9月26日、ウッチ。立っている人物は、アウグスト・フランク。ラインハルト作戦の中で、強制収容所を管理する、新英隊経済管理本部の事務所となった。ドイツ民族対策本部は、ナチスドイツの新英隊の自由にある本部の一つ。ドイツ国外に住むドイツ民族の保護を目的とした、機関である。本部長は、 ベルナー・ローレンツ新英大大将が務めた。1939年から1940年にかけては、来費駅強境制をスローガンに、国外のドイツ民族のドイツへの帰還を呼びかけた。また1940年まで、ポーゼアダンツヒなどに100万人の来費在住のドイツ国民を移民させている。バミーは1936年に、相当アドルフ・ヒトラーから、 ドイツの国外問題に関する全権を委任された副総統ルドルフ・ヘスによって創設された。ヘスが任命した最初の長官はオットー・フォンクルゼルだった。バミーはナチ党の管轄下にあるも非公式機関という立場であり、国外ドイツ人に関する党や政府の政策を調整する機関とされた。しかし、第三帝国の外交は様々な機関や派閥が複雑にもつれ合って、 安東を繰り広げており、実力のないヘス・ヤクルゼルに、それをまとめる力はなかった。結局、ヘスは、新英隊という巨大な実力を保有する、新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーにこの部局をまとめてほしいと、依頼することとなった。ヒムラーは1937年1月に、ベルナー・ローレンツ新英隊大将をこの期間の、長官に任じた。ローレンツの指揮下に入ったバミーは、 海外ドイツ人協会や東方ドイツ連盟などライバル組織を次々と参加に収めて国外ドイツ民族に対する政策の主導権を握る組織に成長した。バミーにはヨアヒム・フォン・リッペントロップも形式的に所属しており、バミーを通じてヒムラーやローレンツはリッペントロップと密接な関係を持った。任務の性質上、バミーは親衛隊保安部長官、 ラインハルト・ハイドリヒとも密接な関係を持ち、ハイドリヒの副審の部下であるヘルマン・ベーレンツが、ローレンツの代理を務めていた。一時は、バミー長官ローレンツが、海外ドイツ人問題担当大臣として、入閣するという話も持ち上がったが、外ッ立ントロップによって阻止された。ポーランド侵攻後の1939年9月末には、ヒトラーが、 ソビート連邦やバルト諸国と協定を結んで、これらの国々に住むドイツ系住民をドイツに移住させる計画を立てた。ヒトラーはこれをヒムラーを飛ばして、ローレンツに直接任せようとしたが、ヒムラーはいよいよローレンツを警戒するようになり、ヒトラーに直訴して自分をドイツ民族性強化国会委員に任じさせた。これによりヒムラーは、来ヒへの永久貴族にふさわしい。 国外在住ドイツ人、またはドイツ系住民の祖国への復帰、来避及びドイツ民族共同体に脅威をもたらす、異民族の悪影響の排除、人口移動による新ドイツ植民地の形成などの全権を任せられることとなった。この権限に基づきヒムラーは、ウルリヒグライフェルトのもとにドイツ民族性強化国会員本部を創設した。この部門にドイツ人の植民や、 最低重、また国外ドイツ人やドイツ系住民の帰国プログラムの企画を任せた。一方、バミーもローレンツの意思に反して新衛隊の本部の一つに組み入れられた。バミーは占領地におけるドイツ民族のドイツ帰国のための輸送の手配、また彼らのための難民収容所の創設などを任務とするようになった。 そうやって集められた各ドイツ系移民グループの政治活動の監視にも当たっていた。ありがとうございます。